陰にぴったりの仕事を見つけてしまって。漫才はやらせてくれないんですか、伊藤さん。もう やんなくていいんじゃねえかな。別の仕事なんです、それは。あのほら、巷だとね、人の心を読む、メンタリスト。名前確かにね、そういうの流行ってたりしますからね。だから、ね、メンタリストガキオでやったらいいんじゃねえかなと思って。似たような名前の人炎上してねえかね。いいの D で始まる人よ。 D 大なんちゃらって人。あ、じゃあ同じような人いるのね。いや、いるよ。じゃあ、メンタリストでいいんじゃない。博多からこんにちはじゃない。なんで俺だけ明太子なんだよ。いや、博多からこんばんはのどっちでもいいんだけどもよ。まあ確かに人の話を聞くのは得意だよ。そうそうそう、だからカウンセラーでもいいんじゃないかなと思って。あ、そういう似たようなやつね。そうそうそう、あ、いいかもしんないね。それで人儲けしたらいいんだよ。人儲けね。いや、できたらやりたいけどもね。あ、だけどいろんな人の悩み聞いて。あ、悩みを聞くのね。わかりました。じゃあちょっと悩んでる人がどんどん来て、ここに構えてますとね。はい、カウンセリング始めましたよ、ガキオがね。コンコンガチャ。どうも、こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。めっちゃ顔開いてますね。ここに来れば話を聞いていただけると聞いたんですが。すげえハキハキして悩みとかなさそうじゃん。よろしいですか。いや、全然いいですけど。いや、全然悩みなさそうな人来たね。早速なんですが。あ、何でも言ってくださいよ。あなたの道しるべに光はありますか。やべえやつだねえか。手広げんな。やべえやつ来たな、のっけに。私はある団体と出会いました。だろうな。そうじゃなかったらそんな喋り方なんねえんだよ。その団体からいろんなアイテムをいただきました。めちゃくちゃ怪しいわ。飲めば幸せになるパワーウォーター。ありそうだね、そういうのね。パワーウォーター、光の道しるべとなる、ホーリーブレスレットつけるやつね。ありそうだけども、食べれば必ず幸せになる、光の果実、シャインマスカット。普通じゃねえそれ。いや、普通にちょっとお高い美味しいやつだよ。いや、そういうの、買わされたのかな。それらのおかげで私は幸せになりました。全然幸せになってたらもう向こうでやってくださいよ。いちいちうち来なくていいよ。でもですね。なんだよ。お金が一銭もないんです。そういうのもいっぱい買うからでしょ。だからもう特に高いのがシャインマスカット。そんなことねえだろ。あれ、まあ、ちょっとはお高いけど1,500〜1,600円でしょ。一粒1万5000円するんです。ぼったくりだよ。一粒1万5000円。それを2房買いました。やべえじゃねえかよ。3〜40万使ってないそれ。大丈夫、はい、どうしたらいいんでしょうか。いや、だから、いや、まあね、あなたがそういう何かに属するのは私は止めませんけども、はい、お金を使ってまで幸せになりそうなことなんですかってわけですよ。そんなのなくてもここですから。気持ちの問題でしょ、そういうのは。あなたは何か団体に属されてますか。入ってない、入ってない、入ってない。そういうの俺やってるわけじゃなくて、普通ですから。何かアイテムはありますか。アイテムとかないです。ハイパーメガネぐらいかな。それはおいくらなんですか。いい、いい、買わんでいい、買わんでいい、買わんでいい。とにかく自分の思うままでいいと思いますよ。そうですか。そういうのだけ買わなければいいんでですかね。なんか心がすっきりしました。本当ですか。ありがとうございます。いいですよ、ありがとうございました。また来ます。どうも、ありがとう。それでは失礼します。怖えよ、だからよ。なんなんだよ、その宗教よ、本当に。普通のやつねえの。なんか人間関係の悩みとか恋愛相談とかそういうやつをよこせよ、おめえよ。コンコン、ガチャ。こんにちは。なんだおめえ。なんだおめえは。こんにちは。聞きましょう。ん、何です。あの、恋をしてます。めちゃくちゃ、まあまあしょうがないな。内気な感じの人なのかな。かおりちゃん。あ、かおりちゃんっていう子がね、杉名子がいる。あ、まあまあいいでしょう。写真見ますか。まあ、写真があるのね、はい、あ、いいですね。じゃ見せて、どんな子なんですか。4,600枚。気持ち悪いよ。4,600枚も持ってんの。はい。いや、そ、盗撮じゃない、それ。学校でのかおりちゃん、うん、バイト先で働く香里ちゃん、おーおーおー、家での香里ちゃん、ね、もういっぱいあるんです。通報一歩手前だよ、それは。やめとけって。恋の暴走列車は止まりません。車庫に入れとけよ、暴走列車。まだ出すな、車庫に入れとけ、それは。まあ何でもいいんだけども、もっと普通に会話すっとくからでいいんじゃないの。写真とか撮んじゃねえよ、気持ち悪いから。この前、お茶しに行こうって言いました。うん、どうだったの。そしたら一緒に行ってくれて。嘘でしょ。はい。早く言えよ、そんなったら。え、だって普通に会話できてるってことでしょ。そうです。めちゃくちゃいいじゃねえかよ、お前。ちょっと問題があって。なんで。全然それでね、一緒にお茶行ってくれなったら、そっからチャンスだぞ、お前よ。そこであの、幸せになれるマスカットを。やべえなー。点と点が繋がっちまったよ、お前よ。なんとですね、うん、そのマスカット、まあ、な、知ってる。一粒15,000円すんだろ。知ってるわ。また神様ですか。神じゃねえよ。ただの G だ、俺は。 G。 そうだよ、気にすんな、本当に。まあ、嫌じゃない。自分の好きな人がさ、お金をこう持っていくっつのは嫌だと思うんだよ。わかんない、そういうの。そうですよね。だよ。スースー感じてたんです。うすうすな。ばっかでも食ってんのか、おめえは、本当に。だから、とりあえずその子のこと一旦忘れよ。はい。あの子、多分その子、その子でおそらく幸せになってると思うよ。わかりました。だからね、はい、自分の道を進んでください。なんかありがとうございます。また次の人すぐ見つかったら。また来ます。大丈夫だからね。失礼します。入ってんな。
なんで普通の人がいねえの。コンコンガチャ、ちょっとお兄ちゃん話聞いてもらっていい。私の旦那の話なんだけどさ、めちゃくちゃテンポ早い。ここに来ればさ話聞いてくれるっていうから来たんだけどさ、めちゃめちゃテンポ早いですけど、なんですあんたちょっと煮つけいっぱい作りすぎだろ、これ食べて。タッパは返さなくていいから。大丈夫ね、すげえテンポ。今100円の均一のお店があってさ、そこで安く売ってっから、いいんだ、あげるから使ってね。何の悩みでしょうか。うちの旦那さ定年でさ、毎日家にいんのよ。夫婦の悩みのやつね。何にもできないんだあいつ、本当にさ。朝ごはんどんと出したらさ、食べたらごちそうさんせ、茶碗も下げない。よくあるやつね。でそのまま横になって新聞見で、ね、あいつバカだから気づいてないんだけど3日前の新聞読んでる。言ってやる言ってやる言ってやる、それはちゃんと言ってやるよ。東京ラグビーやんなっつってチャンネルチャカチャカって言うと、ラグビーやってねえんだよ本当に。そういう旦那さんなんだね。お使いすらできないんだよあいつ。そういう旦那さん多かったり。この間でキャベツ買ってこいつったら、しめじ買ってきて、バカだねただのね。ただバカなだけじゃない。それ玉ねぎ買ってこいつったらね、エリンギ買ってきたんだよ。それちょっとトンチンカンなダメじゃないの。ネギ買ってこいつったら、舞茸買ってきたんだから。多分キノコ食いてんじゃねえの、多分。トラブだけどさ、ね、ああそういうのできないと。でしょ、大変ですね本当にね。で、挙句の果てにはさ、なんつうの、シャンプーで体洗ってリンスで歯磨いてたんだから。教えてやれよ。教えてやれって。それは意地悪しないで教えてやんなさいよ。だから何にもね、昔はね、結婚記念日っつったらこじゃれたレストランにも行ったの。今は違うと。今はもうそういうのなくなって、そうなんです。この間結婚記念日だから覚えねえかんって話しかけたの。あ、そうです。今日何の日か分かるよって、したらなんつったと思う。なんつったんですか。アンパンマンこの時間にやってんだなっつったの。ですね、頭に来たよね。アンパンチだよ。アンパンチは腰入れでやるもんじゃない。アンパンチはコーンクレーニングこうやってやるもんじゃない。死じゃダメ。一撃で死ぬからこれだよ。まあ気持ちはわかりますよ。でもなんだかすっきりした。ありがとうね、また食うから。何も言ってないですけど、いいの、大丈夫ね。すいませんね、ガチャ。いや、まあ、言うだけ言ってね、帰っちゃいました。コンコンガチャ、こんにちは。どうもどうも、次は。なんかここさ来たら話聞いてくれるって。あ、なんでもなんでも、いろんな話ね、話は聞きますよ、なんでも。いや、ちょっと夫婦間で今ちょっと話してなくて。おいおいおい、俺定年退職して今ずっと言う。おめえだな、多分な。聞いてましたよ。なんか母ちゃん毎日ピリピリしてんだよ。いろいろあるみたいですね。なんか心当たりとかあります。あ、心当たりね、一個だけあんのよ。多分それですね。多分再配達受け止め方違うと思いますよ。くあるやつだけどね。それは喧嘩の原因になるから気をつけないよ本当にね。あ、そっからなのよ。そうかもしれないけども、なんかちょっといいことでもしていけばいいんじゃないですか。だからね、結婚記念日も最近何もやれてなかったから、アンパンマンみたいなでしょ。ちょっとプレゼントをね買ってきたのよ。いいじゃない。そういうの奥さん喜ぶからね。でしょ。ちょっとしたの家で持って帰ってくるだけでいいんですよ。今巷で話題の、何が違う、なんだか幸せになれるブドウって。うわあ！買ってきたさ。わあ！兄ちゃんこっち。わあ！兄ちゃん。わあ！何が？知ってますそれ。ちょっと聞いて。知ってるよ。こいつ。一粒。15,000円だべ。なんで買ったそんなの。神様がおめ。神様でね、ただの G だ。母ちゃん。なんで買ってきたこんなの。ただの G が。ただの G なんだ俺は。母ちゃんブドウすぎだっつうからさ。バカみたく高かったんでしょこいつ。高かったよ。いやこいつまあ美味しいから喜ぶとは思うけど絶対。ポンポンガチャ。これバカタレこの野郎おめ。蹴ってきたね。なんでおめ家にいろっさんにこんなとこいんだおめ。このバカタレこの野郎おめ。バカタレこの野郎。バカタレこの野郎。縮んでるよ。縮んでんだから。いやそういう。マリオのクリボーみたいな。ふざけんじゃねえぞこの野郎。やめてくださいって本当に。仲良くしてください本当に。なんでおめえ俺の居場所分かったのよおめえ。だかもしんない。相当に自転車あっから分かっぺこのおめえ。カゴんとこに刺激って書いてるのおめえって言うからおめえ。ほんとに小学生じゃねえよ。刺激って書いてあるの。あそこ。いやこれ結婚記念日とかや何もやれてねえかったから。そうだけど。こいつブドウ買ってきたんだ。いやいやまあね。まだこんな高いの買ってきて、どこにそんな金あんだバカタレこの野郎。いや俺もやまあへそくりつがちょっとね、お金ためでやおめえ喜ぶかなと思って買ってきたのや。本当にあんだわ、今夜寝かせないつもり。嘘でしょ。解決したのそれで。ほんと幸せになったじゃねえかよおめえよ兄ちゃん。なんだよ、愛の超特急列車の連結作業終了だな。何を言ってんだよおめえ。ここに入れとけしたのさっきから。本当にちょいちょい出してくんじゃねえよ本当によ。兄さんどうもごめんなさいね。いやいいですけど、いや解決したのね。でいいですよ、どうも。あおみやにせ、あおみやにせ、なんだべ、解決したんならいいけど。コンコンガチャ、どうもこんにちは。まだいんのか。すいません、ちょっと聞くよ、なんだ最後何。職場で揉めてまして。そういうのね、一番リアルだよね。隣のやつが、ああだこうだうるせえんすよ、いちいち文句言ってくるんですよ。仕事どうしたらいいかなと思って、ね、どうなんですよ。なかなか漫才終わらせてくんないんですよ俺だな。ありがとうございました。
ました。